どうも岩井です。今回は久しぶりにマグナ50の動画になります。こちらローダウンしてセパハンにした、楽格好のよろしいマグナ50なんですが、ちょっとねハンドルに今不満点がありましてですね、ご覧の通りこんな感じセパハンにしてるんですが、タンクに干渉するんですよね。思いっきりハンドル回すとこんな感じで、プラスちょっと低すぎて乗ってる時長旅になると首が痛くなってくるので、今回はちょっとこいつをなんとかしようと思いまして、こちら純正ハンドルをぶった切ってセパハンのところに刺したら、見た目セパハンっぽいまんまでライディングポジションマシになるんじゃねっていうのをね、今回試していこうと思います。でこちらパイプカッターで元のハンドルを切っていきます。セパハンの根元のやつに挟まるっていうか入る長さ分だけ確保してゴリゴリぐるぐる回していきますね。こんな感じで結構綺麗に切り取れます。ではちょっとハンドル周り分解していきましょう。今回ミラーも変えるのでミラーから外していきます。でこんな感じでズボッと刺していくわけなんですね。これハンドルにも2箇所曲がってるんで、それプラスこのセパハンの付け根のところも角度がついてるんで、結構ねいろんな角度にできるんですよね。どんなんがいいかなとまたがったり見たりしながら考えていきます。レバーなんかつけて握り心地とか確認しながらやっていきます。で位置が決まったら、このスイッチとかね、あの穴にポッチがズボッとはまってネジ止める感じになってるんで、その穴を開けていきます。まずセンターポンチ打ってトゥルルルーンですね。で穴の大きさはだいたい4ミリぐらいでいけるんで、それで他のパーツも組み戻していってって感じですね。必要あらば穴を開けて位置を合わせていくって感じです。でちょっとグリップも変えます。もう25年もんぐらいだと思うんで、ゴムのカスが手につくんですよね。で今回はこの茶色の樽型のグリップにしました。自分割と手大きい方なんで、こういう太いグリップが良かったんですよね。で今回交換するミラーがこちら、そうそう Amazon で3000円ぐらいのやつですね。なんかちょっとヨーロピアンな雰囲気でかっこいいなと思って買ってみたんですが、正直これがねちょっといまいちやったんですよね。でビスがついてて、10ミリの正ネジが2本、10ミリの逆ネジが1本、で8ミリの正ネジがついてたんですけど、マグナ50は10ミリの正ネジ両方なので、それで止めていきます。でまあその後もああでもないこうでもないやって完成したのがこんな形。なんか渋くないですか。結局ハンドルはですね、このフォークの
後ろ側から生やす形にしました。でハンドルも左右逆になってますね、元から考えたら。でこれでハンドルの切れ角も元よりは良くなりましたし、ちょっとハンドル上に上がったのでライディングポジションも良しと。ピース。まあ乗ってみないことには分からないんでね、走ってみます。さあ岩井はどこへ向かっているんでしょうか。もうすぐ目的地です。はい、ハードオフです。このハードオフがね、ちょうどいい距離感なんですよね。テストライドと偵察込みでちょうどいい、ちょっとツーリングというかドライブしてました。うん、やはりボロいけどかっこいい。はい、ということでハードオフに行って帰ってきました。乗ってみた感想としてはですね、まずハンドルはね、まあ若干ライディングポジション楽になったかなって感じですね。あとタンクに干渉もねしにくくなったので、駐車場に止めてからの取り回しとか結構楽になりました。まあ若干幅は広くなったんですけど、それはそんなに気にならなかったですね。でグリップも樽型の茶色のやつに変えたんですけども、握り心地かなり良くなりました。これは純粋に良かったポイントですね。でミラーはね、ちょっといまいちでしたね。ちょっと角度の調整の幅が思ったより少なくて、Amazon で買ったんですけど、ちょっとねミラーは今後また変えるかもしれんかなって感じですね。とまあこんな感じで、セパハンにハンドルぶった切ってぶっ刺すっていうのをちょっと思いついたんでやってみたわけですけども、まあなんか意外と好みの形にするのは難しいです。結構ね複雑な曲線が入り組むことになるので、セパハンの元のやつも角度ついてたりするんで、それとの兼ね合いとかもあるんでなかなか難しかったですが、今回はちょっとまあハンドルとしては満足の出来にできたので良かったなと思っております。それでは今回はこんな感じでありがとうございました。